佐々木チャンネルこんばんは。佐々木チャンネルピックアップニュースはい。今日はですね、えー、日本ハム、西村投手と、ロッテ、福田内野手、交換トレード、成立したニュースを、ピックアップしていきましょう。ねえー、西村選手、福田後期選手ね、トレードになりましたけど、まずその前に、侍ジャパン、総合試合、阪神、ね、戦、終わりましたけど、大谷、すごいね。 膝つきながら片手でバックスクリーンホームラン。ドキーも抜かされたね。体勢崩しながら左バッターだったらライト、右バッターだったらレフトっていうね。ところのホームランは、まあ、あり得るね。でも、体勢崩して膝つきながらね。しかもまっすぐまっすぐ行ったあのホーク、そんな悪いとこじゃなかったよ。佐伯投手のね。ホークも。それを打った瞬間は若干、あ、センターフライかな。って一瞬思ったけど、 センター動かないから、あ、そんなに前なのって実際思ったけど、テレビ上ね。ギリギリじゃない。楽ラ々クラクバックスクリーンホームラン。やばいね。ね、日本人どころか、アメリカ人、ドミニカ共和国人、プエルトリコ人、世界の中で言いないと思う。体勢崩しながらバックスクリーン中断。ホームランは、あれは、もう人類、霊長類最強のバッターに、 なろうとしてる。あのホームランは。本んとやっぱすごいね。で、2本目のホームラン。左投手だから。ね、追い込まれてたからね。まあ、若干変化球も頭に入れながら、多分自分のね、あの、しっかり、あの、ポイントまで引き込んだんだろうね。若干詰まりながらも、ね。 ま、今度はね、センターギリギリだったけども、あれ、詰まってるからね。しかも、なんと、バットが折れてたらしい。バット折れてホームラン。まあ、松坂のね、ストレート松中さんがバット折ってホームランを思い出すけども、バット折れてもしっかり振り切って、それを打球に伝えて、スタンドイン。化け物認定です。ね、やはり、霊長類、最強男、野球版、大谷翔平です。いやー、尋常じゃないね。やっぱり。 こうなってくるとよ。大谷の次打つ。もし村上なのか、誰なのかわかんないけど、大谷の次打つ選手がめっちゃ重要になってくるね。下手したら敬遠だよ。本当に。で、勝負になってくるからね。で、まあ、で、今日からメジャーリーガー出場解禁になってね。ヌートバー。ヌートバーもね、あの、全部でタイミングしっかり取れてたね。 で、しっかり日本もヒット打ってね。で、吉田選手もね、レフトオーバー、ね、ホ,ホームランかっていうあたりでね、フェンス直撃だったけども、な3人のメジャーリーガーね、出場して、しっかり結果残したっていうところは、多くのファンの皆さんもそうですし、栗山監督はじめベンチもね、ほっとしたんじゃないのかなっていうね、ところね、ここまでなかなかね、ちょっと打線が活発かなくて。でもちょっと日本人ね、NPB の選手ね、ックストレートにタイミング合ってないね、まずは。だから多分ストレートにタイミング合ってないから、変化球も合わせれないし、全部がなんかね、 あの自分のポイントじゃなくて、もう打ちに行くっていうか、合わせに行かなきゃいけなくなるから、まあ、っすぐね、タイミング合わせていきたいね。まあでもよ、ね、本番入ったら変わるから、しかもね、第一プールで調子上げて、ね、準々決勝、準決勝、決勝、優勝、ね、この流れで行こう。どんどんこう、準,準々、準決勝、決勝に向けてこうね、上げていくようにね、ただね、勝たないといけないんだぞっていう人いるけども、そんな、優勝か優勝しないかと話してんだから、第一プール、ね、普通に進んでいきます。 そんな心配せずダメ。過去4大会ね。日本だけだから、過去4大会、全部の大会ベスト4以上行ってんのよ。優勝優勝ベスト4ベスト4。アメリカも、ドミニカ共和国も、キューバもね、韓国もね、プエルトリコもね、すべて準決勝行かなかった都市あるわけよ。それが、日本はすでにベスト4行ってるわけ。 ベスト方から勝負なわけよ。そんな第一ポール心配してたらダメダメ。みたいなね。ところで、日本プライド、ね、応援していきましょう。ということでね、あの、トレードの話です。はい。まあ、今回ね、まあ、日本ハムとしては、四、えー、4例目、ね、トレードになったけども、ね、えー、日本ハム、えー、西村選手ね、提供魂、大学、ね、提供、ね、ずっと応援してたけども、あまあ、ね、本人とも話したけども、これっていう球がないんだよ。全部が普通に、3点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 の投手なんだよ。あの、そんな悪いわけでもないけど、 なか、すごい武器っていうね、めちゃくちゃいいものがないわけ。だから、なんかこうね、のらりくらり、こういいピッチングするけども、一気にドーン落ちたりね、ちょっとあの、調子が落ちたりとか、あの、常に万全じゃなかったりとかした時に打ち込まれるっていうところがね、あるのよ。だからね、もう一皮ピュってね、向ければ、これをグっていく能力あるわけ。能力が高いからね。だから、ここはね、環境が変わって、あ、ところではね、ひょっとしたら食ってくるかもしんない。しかもあの、広畑もね、帝京大学だから。でね、若山でしょ。 ま、っすんとか若山だしね。まあ、松川も若山か。っていうところではね、また環境が変わって、すっていける可能性もあるしね。ロッテはね、後ろオスナもいなくなって、今ね、リリーフ、小、ま、野、あ、なのかス田なのかね、登場なのか、えー、どうすんのかっていうところね。まあ、外国人もいるけども、ちょっとね、まあ、不透明なところもあるし、ね、二木石川っていうね、前もね、ちょっと故障でさ、ね、開幕どうかっていうところもあるからね。そういったところではちょっとね、ピッチャーがバタバタしてる中でね、まあ、前回広畑もね、オープン戦いいピッチングしたけども、ね、西村もここで入ってきたら、十分チャンスあるからね。 ポジティブトレード。これはね、西村にとったらすごい良いトレード。だからここは、チバル外で、ね、提供騙し、ね、持っていこう、ね、そこは、ね、解説は厳しいけど、応援してます。はい。でね、えー、福田選手、大阪桐蔭からね、 法政大学を経て、ね、えー、19年、ね、ドラフトでね、入団しましたけどね。ま、あここまでね、えー、通算28試合に出場。えー、通算打率1割2分、二、え、リ、ー、ホームラン0本、打デイ1っていうね、えー、1年目の20年には15試合出場して2安打マークしたけども、ちょっとね、えー、最近出場試合がね、1軍ではなかなかないっていうところでね、ドラフトの時もね、言ったけども、ロッテはね、ショートガチャを永遠やってるわけ。で、トモソリ選手も取ってね。で、こうなったらよ、そんな抱えてても意味ないわけよ。これはもうね、 ドラウド戦略のもうね失敗を、それはもう認めてね、仕方ない。で、選手がかわいそうだから、そんな育てる前にバン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 新しいの取ってきたらね。 そうしたらもう出る面も出なくなるからね。そういったところではね、この福田選手の日本ハムトレードっていうところは、福田選手にね、取ったら、またこれでね、チャンスが広がるわけだから、素晴らしいね。そんなもう大10代のところにね、ずっと置いてってもね、そんなのもう誰か一人しか出れないんだから、クソの役にも立たないからね、そんなも全員いたってね、すごい選手がいたところでね、数いるだけっていうね、厳しいからね、そういった意味では日本ハムトレード。これで、ね、非常に良かったと思う。でまあね、サード、ショート、セカンド、ファースト。まあ内野ね、 どこでも守れるっていうところをね、ユーティリティ性はね、非常に自分のね、出場機会を増やすっていうところではいい。 と思うんだけども、なこっからがね、ちょっと西村がロッテに来た事情と若干違うのはね、日本はもムね、外野手ね、ちょっと浅間がね、手術したりとか、あの、磯端がちょっと怪我でね、どこやったり、ちょっと外野がね、ちょっとあれで大丈夫かなそして松本もね、膝の具合、あれ大丈夫かなっていうね、若干ちょっと外野ね、まあ今がね、頑張って万波もね、えー、ホームラン打ったりしてね、えー、非常に頑張ってる、ね、未来侍でね、皆さんどうですか未来侍。ネーミングね、レンタル侍とかサポート侍。そんなもん、選手失礼やな。 未来侍でいいじゃんね。これで皆さん統一していきましょう。ホームラン打ったりとかして。まあいい形のね、外野手の争いになってるけども。若干外野手ね、大丈夫かなっていうところで、まあ内野で行けばね、ショート上川畑で、セカンドまあ ec が痛いたり、で、で、加藤、ルーキー、メジャーからね、ルーキーといえばメジャーからね、えー、北選手もいるしね。で、水野っていうところもいるし。で、サードはね、野村、有園とかね。 であの坂口がね、まあ外野の練習もしてるからね、まあ、サード外野っていうところね、これが坂口が外野に回るっていうね、可能性もあるけども、でファースト清宮とかね、アルカンタラ、いるしっていうところで、ならばね、ルーキー、いい感じじゃないってなったところで、若干、内野飽和状態だね、だからひょっとしたら福田、外野に行く可能性もね、あるかもしれないけども、若干ちょっと内野が有望感も含めてね、 多いからね、日本ハムは。次、次の世代っていうところがね。ちょっとそこら辺では、行ったすぐにチャンスがあるっていう感じではしないね、福田はね。もう本当にね、外野も内野を守れてね、ソードバンクのあ原じゃないけどね、そういう感じで行けるようにするのが、日本ハムに行ってもベストかなと思うよね。まあでもね、トレードはポジティブだからね、エゴシだってね、日本ハムに来て。 最初ね、キャンプね、序盤でもいいね、シールドバッティングがか怖くて、いいバッティングね、えー、してたしね、この環境が変わったことによって、一気に行けるっていうチャンスもあるしね、トレードはポジティブっていうところではね、これをチャンスに変えて、このね、西村選手も福田選手もね、新天地で頑張ってもらいたいと思う。東こに西村、ね、帝期大学頑張って応援してるよ。解説、ね、厳しいけども、ね、心の中ではすごい応援してるんでね、ぜひ頑張ってもらいたい。 で、コメントとしてはね、西村選手ね、5年間素晴らしい環境でプレーさせてもらい感謝していますと、対処した成績,は成績は残せなかったですけども、ファンの皆さんに応援してもらったことは忘れませんと、1年目に2試合連続で初勝利、初ホールドを記録した時の大きな声援、声明に覚えてますと、同じパリーグですし、エスコンフィールドで投げて、あいつ頑張ってるなという姿を見せたいですと、マリンズではチームの力になれるように一生懸命腕を振りたいと思います。皆さん応援していただけるように頑張ります。また球場でお会いしましょうというね、コメントを残しています。で ザコー選手はね、3年と少しの期間でしたが、応援ありがとうございましたと。ゾゾマリンスタジアムでスタメンをコールされて、ベンジから守備位置まで走っていくときの、独特の雰囲気が僕は大好きでしたと。いろんな人にサポートしてもらい、応援してもらった中で、結果を残せなかったことはとても心残りですが、新しい新チームで、新しい自分になって、力を出し切れるように頑張りたいと思いますというね、コメントしています。ぜひともね。 両選手、ね、今までね、え、できなかったこと、えー、自分の思い描く通りできなかったことをね、新天地に行けば、また新しい人間とのね、人との出会い、コーチとの出会い、人間関係ね、チームとの出会い、環境との違いね、出会いっていうところがね、また新しい自分をね、育ててくれると思いますので、ぜひね、今シーズン、新天地で、え、頑張っていってね、各チームの、 力になってね、自分自身思い描いた通りのね、プロ野球選手になってもらいたいと思います。ということで、佐々木が今日お送りしたピックアップニュース、侍ジャパンのね、今日の走行試合、そして、えー、西村選手と福田選手のトレードに関しての佐々木のコメントを、えー、ちょっと話し始めました。ということでね、えー、明日、えー、また、走行試合、えー、大阪に行きましてですね、侍ジャパン対オリックスの、えー、最後のね、走行試合、amazon プライムで佐々木ね、解説しますので、ぜひね、 聞いてください。ということで、ね。両選手、頑張って。そして、侍ジャパン、日本魂で目指す世界一し。し